こんにちは、筑波大学のアラニアです。こちら、これは、プログラミングチャレンジ授業第3週パーツ2も、探索問題についてを始めます。まあ、探索アルゴリズムがいくつかのタイプがありますですね。例えば、全員探索、divide and conquer、greedy hole、動的なプログラミング。あとは、この講義で、タッチしないですが、ヒューリスティック探索とメタヒューリスティック探索ですね。まあ、問題のない、課題のないように に対して、適切な方が変わります。どの方がいいかどうか、それは課題の、特徴によって変わりますので、まあ、いろいろな学びましょう。では、まず、全員探索。まあ、前の、標準探索法が、まあ、実はあれは全員探索です。全員探索というのは、すべて、なんか探索効果の中のすべての答えをチェックします。ですね。全員探索だと、全員探索が英語で complete search か、あるいは brute force も言いますですね。皆さん、ブルートフォース法が聞いたことあるかもしれないですね。でも、ブルートフォースがちょっと悪い意味なんですけど、全員探索アルゴリズムは実は特、たまにすごい便利ですので、ブルートフォースじゃなくて全員探索と言いたいですね。まあ、前も説明しましたが、全員探索アルゴリズムの構造がとても簡単です。まずは、すべての答えをリストして、一つ一つをチェックする。それは、アルゴリズムを受賞するときに、まあ、ループが多いですよね。フォア文で、N を変え、一つずつ入れて、その N から変え、答えを作る。もう一つのやり方は、再帰関数ですね。再帰関数が、まあ、一つずつの、回答をチェックすることです。あと、全探索を受賞すると、1万ポイントになるところは、プルーニングですね。全探索のアルゴリズムの鍵は、うまくプルーニングするってこと。うまくプルーニングすれば、大きな探索空間がすごいちっちゃくなりますので、ぜひ、タイムリミットエクセルになるけど、なるときに、まあ、探索空間はどういうふうに小さくすることができるのかを考えてみましょう。じゃあ、もう一つの例を見ましょう。これは、今週の課題の一つ。UVA725 のディビジョン問題です。じゃあ、問題の概要はこれです。まず、N っていうインテジャが入力できます。で、その N に対して、その数字のペアを探されてそれぞれ、なんかその数字の中、それぞれの数字、このペアのそれぞれの数字が5桁です。A, B, C, D, E と F, G, H, I, J。まあ、二つの5桁の数字。で、その二つの5桁の数字が、以下の二つの条件を満たさないといけない。ですね。条件1。F, G, H, I, J 割り A, B, C, D がイコール N です。つまり、この二つの数字を、上割り下の方が N となります。で、その、全部の10桁がそれぞれ違う。A と B と C と D と E と F、G、H、I、J がすべて、違う桁になるはずです。例えば、N が62と集する。79546割り01283イコール62。ですね。まあ、試してみてください。もう一つの例。94736割り01528。これも62となります。で、62になるだけではなく、79546012183がそれぞれ桁が違うんですね。で、下の例もそれぞれ桁が違う。では、この問題が全探索でどういうふうに、アルゴリズムを書くのか。自分でビデオをポーズして、
ちょっと考えてみてください。本当に、あとこのアルゴリズムの解き方を考えてみてください。分かったら、それとも本当にやり方分からないなら、あと続けてください。では続けましょう。じゃあ、アイディアとしては、その2つの数字は x と y と言いましょう。で、5桁ですので、x の空間が00000から99999までですね。これはまあ単純な回答ですね。では、x は00000から99999までを調べましょう。000000001000002。で、それぞれの x に対しては y を計算します。まあ、x 割り y イコール n ですので、x かける n イコール y だね。で、x と y を手に入れて、次は x と y の桁はすべて違うをテストする。これは、プログラムはこんな感じです。まあ、前も言ったんですけど、すべての答えを調べるために for 文ですね。for 文は x から0、x は999までです。で、y を計算する。y イコール x かける n。で、この digits test xy が、この関数が、桁はすべて違うかどうか。で、これは、digits が、1かける2なら、印刷する。ですね。これはどういうふうにチェックする？まあ、実はここは、ビットマスクを使っているんですね。ちょっとビットマスクについて少し話しましょう。はい。さっきの、はい。さっきの digits ですね。この事実が、この変数、この変数です。この関数ですね。まず、used が x イコール x under 1万。ですので、used を考えると、x が1万以上なら true。x は1万以下。なら、false。でもですね、この x1 万 true or false というと、あと、1万上なら、この digit が1から9の中ってやるんですね。1万以下なら、この5番目の digit が0。つまり、この used が x under 1万ということが、x には0の桁が入っているかどうかをテストする。ですね。だから true であれば、まあ c で皆さんわかると思うんですけど、true が1、false が0ですね。これはビットマスクの始まりです。で、次は、テンポが x になって、で、テンポが true。まあ、覚えていてください。なんか、C だと0が false ですので、この while 文が、テンプが0になったら false になります。0にならなければ true ですね。だから、この used が、or、これは bitwise の or。で、あと1の、テンプ割り10。で、テンプが10より少なくする。これを考え、これは何かというと、この used が、実はこの used がビットマスクで、それぞれのビットが1であれば、あの桁を使った。0であればあの桁を使わなかった。ですので、used の0番目の桁、0番目のディジットが0に対して。これは0が入っているなら、これは1となります。ここが1。ここが2。ここが3。これは4。これは5。とか。9ですね。で、例えば、x が5、4、6、8、9。
8、2の場合です。最初は、あと、X は1万以上だなら、used が1となります。ですので、この used が、ここが1となります。ですね。その中残りは0。で、次はこのアルゴリズムでいくと、あの、used が equal or 1。これは shift ですので、temp 割り10。x 割り10が2。ですので、1、shift shift 2が1、0、0となります。これはまあバイナリーですね。ですので、この used or 100になると、これは1、0、1となる。で、次は temp 割り10。ですので、この temp が5、4、6、8。で、次がもまたここに戻って、used が1、shift、temp 割り10。temp 割り10が8。ですので、1割り8。これとこれを or すると、0、0、0、0、0、0、8ですね。で、これはまた割り10になりますので、temp が4、5、6。で、6が1。6ですので、0、1、2、3、4、5、6ですね。で、あとは5、4。4が0、1、2、3、4。で、あとは5。0、1、2、3、4。で、このループの後に、これがわかります。X が、桁0。あ、すみません。これは0使ってないですね。あ、これは逆だね。これは false。これは true。すみません。さっきは逆だったですね。だから、X は桁0、1、2、4、5、6、7、あ、こうそうか、ここは8ですね。8を使ってます。これでわかりますね。で、Y を同じしますので、最後が、事実が1、シフト10、マイナス1。1、シフト10、マイナス1が、1、0、0、0、0、0、0、0、0、0、0、マイナス1ですので、あと、1、1、1、1、1、1、1、1、1、つまり、事実が、この事実が、すべての桁を使っているかどうかをテストする。まあ、このビットマスクが、の使い方はすごい便利ですので、早いですし、いろいろな、便利なことができます。ぜひ、ビットマスクを練習しましょう。じゃあ、続けましょうですね。ただし、これをやっても、これが遅いですよね。X0 から、10万までテストすると、ものすごく、なんか探索空間が大きいですが、実はこの探索空間が もっと、小さくすることが可能です。ですね。前のアルゴリズムがとてももったいないですね。なんかそのテストの数が、なんか、なんかあのループの中で必ず答えにならない数字をいくつかテストする。じゃあ、さっき前のループはどういうふうにプルーニングができますか？一つとても簡単な考え方をわかる。なんか、X はそれぞれの形態が違う、桁が違うはずですので、まずは X が0からループするじゃなくて、0、1、2、3、4から9、8、7、6、5までをテストすることです。それは一つ。もう少し考えると、もっと激しくプランニングする。X の最大が9、8、7、6、5だけではなく、Y の最大も9、8、7、6、5です。ですので、実際の X のマックスはもっとちっちゃいですね。X が、Y 割り N ですので、X は Y 割り N ですので、X の最大が9、8、7、6、6割り N
例えば N が60人ですのなら、この X が1割小さくなります。探索空間がすごい短く小さくします。これは2つのプルーニング方法。他のプルーニング方法も考えられますか？はい。全探索をやっているときに考えないといけないところですね。まず、全探索がバグなしで実装するなら、必ず正しい答えが出てくる。時間がかかるかもしれないけど、必ず正しい答えが出てくる。なぜかというと、すべての答えが探しているからです。ですので。もちろん、これは時間がかかるけど、その、正しい答えが出る保証がとても重要なことです。で、なんか探索、あと全探索が簡単なアルゴリズムなんですけど、問題によってはそれは正しいアルゴリズムですね。例えば、なんか、実際にもっと効率的なアルゴリズムがあるんですけど、その効率的なアルゴリズムのプログラミングはすごい難しくて、インプットがそんなに大きくない場合だと、簡単なアルゴリズムでこの問題を解けましょう。あとは、なんか、タイムリミットでエクセドじゃなくて、ロングアンサーがたくさん出てくると、全探索でどの答えが正しいかどうかをテストする。ですね。で、タイムリミットでエクセドが来ても、プルーニングすれば、探索空間が小さくなって、アクセプトできるかもしれない。あと、なんか本当にタイムリミットでエクセドが困るで、全探索アルゴリズムができないの場合でも、全探索アルゴリズムが役に立つかもしれない。なぜかというと、前も言ったんですけど、全探索アルゴリズムが正しい答えが出るので、テストケースを作るために全探索アルゴリズムが重要ですね。なんか、複雑なアルゴリズムが正しい答えが出てるかどうかわからないときだと、テストケースが全探索アルゴリズムで作って、で、その答えを複雑なアルゴリズムと比較する。そうすると、複雑なアルゴリズムが正しいかどうかをチェックすることができるですので、ぜひ、全探索アルゴリズムを甘く見ないでください。では、もう一つの例を見てみましょう。これ、これは今週の課題の一つです。これは、simple equations ですね。simple equations が、入力は A、B、C が来ます。A と B と C が1と1万の間です。で、A と A、B、C に対しては、X、Y、Z を見つけないといけない。で、X、Y、Z は3つの条件があります。1つの条件が、X プラス Y プラス Z は A。2つ目の条件が、X かける Y かける Z は B。3つ目の条件が、X2 乗プラス Y の2乗プラス Z の2乗が C。ですね。この問題を解くために、全探索で X、Y、Z、3乗のループで探索することが可能です。ただし、これを回答するときだと、X、Y、Z のミニムとマックスムはどうやって決めるか。ちょっと考えてみてください。じゃあ続けます。じゃあ、X、Y、Z の最大ね、マックスムとミニムを決まるときに、この第3の条件、X の2乗プラス Y の2乗プラス Z の2乗イコール C を考えましょう。なお、X、Y、Z がマイナスとプラスも可能ですので、この2乗が重要ですね。この2乗だと、これはすべて、プラスになります。ですね。で、C が1万以下ですので、1万以下という意味が、X2 乗プラス Y の2乗プラス Z の2乗が1万以内となります。で、X2 乗、Y2 乗、Z2 乗、0より大きいですので、Y と Z を0とすると、これは X の2乗イコール C となりますので、X の2乗、イコール、または、X の2乗は10万、X の2乗は
1万より小さいです。X の2乗が1万より小さいですので、X は必ずマイナス100から100の間にあります。同じく Y も Z もマイナス100から100の間にあります。こうすると、このアルゴリスムを作る。X、Y、Z、int で、for X マイナス100から X100 まで。for Y マイナス100から100まで。for Z マイナス100から100まで。ですね。で、まず X、Y、Z が、まあ3つ、3つとも違う数字がはずですし、で、次は、X プラス Y プラス Z、A をテストして、B をテストして、で、C をテストする。で、すべてテストが OK ければ、X、Y、Z を印刷します。でも、これでも、あと、200のループかける200のループかける100のループですので、これは、8かける1万、100万ですね。800万ですので、結構大きい。もっとプルーニング方法があるんでしょうか。まあ、それはみんな自分で考えてみてください。あ、他の、あとプルーニング方法が、まあ、アイディアとしてですね。プルーニング、さっきの問題のプルーニング方法のアイディアです。一つの考え方は、A と B と C の実際の値を使って、X、Y、Z のマクシムとミニムを設定することです。あとは、なんか、この問題だと一つの回答だけが、答えになりますので、ループが、この答えを見つかれば、ループをブレイクすることはできます。あと、今はなんか C の条件だけ見たんですが、A の条件と B の条件を見ると、もっとプルーニングができるはずです。では、全探索をやるときのコツをいくつか言います。全探索の問題はもちろん、タイムリミットエクシデドになるかどうか、時間切れになるかどうかですね。ですので、自分のアルゴリスムがギリギリかなと思うときに、アルゴリスムの中がクリティカルパーツ、つまりもっと時間を使っているパーツを分かって、それを、早くしましょう。例えば、コツ1がフィルタリング versus ジェネレーティング。フィルタリングとジェネレーティングということは、答えの作り方についてを指示します。フィルタリングアルゴリスムというのは、まあ、全探索なんですけど、すべての回答をチェックして、間違っている方がカットするですね。これはなんかプログラミングしやすいですね。なんかリクエスト for proposal。でも一方、ジェネレーティングが、まあ、今まで見たアルゴリスムじゃなくて、少しずつ答えを作る。例えば、まあ、前回見た8クイーンズの問題が、まず一つのクイーンを入れて、もう一つのクイーンを入れて、もう一つのクイーンを入れて、で、答えになる。ですね。このジェネレーティングが途中から、あ、ここに入れても、もう問題になったので、次、残りは入れなくていいということですので、ジェネレーティングがフィルタリングより微妙に早いですよね。まあ、うまくすると、ジェネレーティングが、あと、相当早くなることがありますので、フィルタリングとジェネレーティングの選択があれば、まあ、ジェネレーティングの方が少し複雑で早いですね。あとは、なんかできるだけ早めにプルーニングしましょう。まあ、N クイーンが言いましたですが、横と縦のプルーニングを説明しました。でも、横縦だけじゃなくて、斜めをプルーニングすることも可能です。ですね。で、あと、まあ、再帰関数で8クイーン問題の探索を書くときに、実は、あと、再帰関数を始まるときに、いくつかの、これもダメ、これもダメっていうことはマークすることができますので、早くなる。ただし、その再帰関数が、時間がかかるので、そのダメなところが、ビットマスクでマークすると、プログラミング的に早くなります。で、第三コツはとても重要で、それは前計算です。自己前の計算です。問題がそんなに大きくない、
の時だと、その一部の回答が事前に計算して、その回答がプログラムの中に入れることができます。まあ、実は先週の、そう、グリードスセッサーズ。グリードスセッサーズが、なんかそのグリードを回答して、まあ、グリードを計算して、いつループになるかを、答えを認めることができる。ただし、そのいつループになるのか、プログラムを実装する前に計算ができます。ですね。そうすると、あのプログラムが、なんか一瞬で走ることができますので、ぜひ、プレコンピューテーションができるときにプレコンピューテーションしてみてください。次は4。逆立て、まあ、逆、バックワーズ。後ろから前にプログラムを解くことですね。つまり、探索空間を作るときに、探索空間の作り方いくつかあります。今週の問題の中にラットアタックがある。ラットアタックが、この124×124 マスのマッチが、N の2万のネズミが入ってます。で、そのネズミを、殺すためにネズミの、罠が、ボンブをどこかに置くことができます。で、まあ、基準の方法だと、なんかその1024×1024 のマスを一つずつをチェックする。このコストが 1024×1024、まあ、1024の2乗、マップのサイズとボムのサイズが 50×50 の2乗。これは、2621ミリオンになりますので、この TLE ですね。逆にすると、全部を確認するじゃなくて、このボームから、ボームがそれぞれの場所にどれぐらいのネズミを殺してる。これは1024×1024 の、ボームのサイズの序列を計算することができます。そうすると、コストが n×d の2乗ですね。2万×2500。50ミリオンプラス、1200×1200 なので、これと比べて全然違うスピードになります。では、次が divide and conquer のアルゴリズムをちょっと説明します。divide and conquer とは、問題、探索方法アルゴリズムのもう一つのアイディアで、ここのキーアイディアが、大きな問題を小さいな問題に分けて、その小さいな問題ずつを、解けていく。ですね。divide and conquer、まあ、微分探索が、divide and conquer の一つの例なんですけど、divide and conquer のアイディアが、元の問題を、部分問題に分ける。で、その部分の問題の部分解答えを探す。で、最後にその部分解答えを合わせて、全問題の回答を認める。ですね。まあ、divide and conquer が、アレイをソートして、で、その中に N を見つけたい。まずは真ん中のアレイをテストして、N が大きければ、それとも小さければ、まあ、真ん中と比べて大きいと小さいの場合だと、そのアレイの前半と後半か後半を捨てて、残るだけで、リピートします。このアルゴリズムは実は O of log n ですので、外早いアルゴリズムです。例を見ましょう。ですね。これは、そのいつも、結構、クラシックだな、divide and conquer の例。これは、その、貯金の計算です。貯金の計算が、シミュレーションで、貯金を計算します。例えば、D のお金を払わないといけない。で、毎月は D を払います。
で、それは M ヶ月で D を払います。全部で V を払わないといけない。だけど、毎月払う前に、その払わないといけないお金が、この I で増やす。ですね。M と I と V を固定すると、毎月払わないといけない額 D が、最適、ミニマルはいくらぐらいですかね。例えばですね、V が1000。1000を払わないといけない。で、M は2、2ヶ月で払わないといけない。で、I が 1.1。つまり、毎月、その払わないといけない額が 1.1 で、大きくなる。じゃあ、D は、ミニマル D はどれぐらいですか？ D が500の場合ですと、M1 は、まず、V かける 1.1。1000×1.1。まあ、1100。マイナス D、マイナス500。これは600。で、あと、2ヶ月目が 600×1.1。660。マイナス500。残るが160。つまり、全部払わなかった。ですので、D500 が足りないということがわかる。じゃあ、500は足りないなら、600。600にすると、M1 が、まあ、1100マイナス600。これは500。M2 が 500×1.1 が550。マイナス600がマイナス50。つまり D が600だと払いすぎました。ですので D が小さくして大きくして、小さくして大きくして、正しい D を探したい。そのために微分探索、Divide and Conquer がとても有効なアルゴリズムとなります。まあ、微分探索以外だと、全探索もできます。ただし、全探索の場合だと、連続値の、探索空間だと問題になりますですね。前を見ると、全探索だと、1、2、3、4だじゃなくて、0.01、あるいは0.001、あるいは0.00001。それは無限になりますので、全探索が、こういうふうな問題に、ちょっと 不適切かもしれないですね。もう一つのやり方は、さっきの計算がの、グレーディエントですよね。あれは 逆関数を計算して、で、それを解けると、すごく早いですね。ただし、すべてのシミュレーションが、その逆関数を計算することが必ずしも可能ではないですので、それを気をつけないといけない。もう一つのやり方は、実は、払い始めるからじゃなくて、払うべき金額はゼロになってから上に遡るんですね。それはまあたまにできる時もあります。じゃあ微分探索法でいきましょう。まずは、この探索空間ですね。ミニマルとマキシムを、決まります。で、ミニマルのマキシムの真ん中の値をテストします。で、テストしてこの真ん中の値が大きければ、A を大きく、ミニムを大きくする。真ん中の値が小さければ、マックスムを小さくする。で、これを繰り返す。ですね。これはログオフ N の複雑です。じゃあ、前の問題を微分探索で試してみましょう。まあ、同じく M が2、V が、1000、I が 0.1、まあ 1.1 ですね。じゃあ、最初の、距離。最初の距離。例えば、なんか問題の、課題の文を読むと、あと、ミニモが 0.01。で、マキシムが100,000にします。で、この最初の、探索空間から真ん中の値を取る。550005。で、計算の関数が FDMVI。これはループで V かける I を1プラス I マイナス D。で、これは M 回を繰り返します。で、その中に微分探索を行う。じゃあ、最初は A が 0.01、B が 110N、D は真ん中。で、このシミュレーションを行うと、マイナス54を足りない。足りないので A を大きくする。じゃあ、A を大きくして、
B がキープして、真ん中が800。800だと、500を払いすぎ。じゃあ、B を小さくする。これは687。587を払っても、まだ払いすぎ。で、B をまた小さくする。で、これはまだ払いすぎ。で、まだ小さくする。で、まだ払いすぎ。で、今回が567。これは、足りないですね。足りないから A を大きくする。じゃあ次は575。これはまだ足りない。足りないから A が大きくする。で、これはどんどん繰り返して、繰り返して、繰り返して、まあ、このエプシロンが必要ですね。このエプシロンが、もちろん、問題によっては必ず0になるわけではないですので、でも0に近いのエプシロンを、それは、ストップクライテリアにして、なんかこの差がエプソンより小さくなったらストップ。で、このストップが、回答が576のと17セントですね。このステップが、実はステップの数がログの B-A 割りエプソン。ですので B と A のサイズとエプソンのサイズによっては、そのステップ数が変わります。まあ、エプソンはとても重要なところで、エプソンがすごい小さくて小さいなら、ステップの数が増えるけど、でもこれはログ2なので、そんなに増えないですね。微分探索が実はすごい早い方法です。では、次はグリード法を説明しますが、まあ、一旦ビデオをポーズします。次のビデオでグリード法を説明して、で、今週の課題について簡単に議論します。じゃあ、また次のビデオまで。